本校では、運行に携わっていた九州旅客鉄道妻自動車、営業所についても合わせて記述する。本路線は、第二次世界大戦中の1944年に、妻と湯の前を結ぶ、貨物自動車路線として運行が開始された、メラ線が前進となる。1945年12月1日に、妻自動車区の開設と同時に、旅客輸送も開始された。 1950年に、自動車営業所に組織変更され、1952年には、戦後の軌道輸送に対応して設立された、人吉自動車営業所、妻自動車営業所、人吉支所とした。同年7月には、湯の前人吉館を開業、この時に路線名を彦江線に改称している。改正鉄道不設法別表第122号には、 熊本県湯の前より、宮崎県杉安に、いたりる鉄道の記述があり、本路線は、湯前線と妻線を結ぶ、鉄道線の先行という使命を有していた。また、妻自動車営業所は、九州内の国鉄自動車営業所では2番目に、営業キロ総延長が長い自動車営業所であり、 路線整理が進んだ1984年時点においても、路線総延長は 233.2km に達していた。しかし、モータリゼーションが進むと利用者数が減少することになった。特に本路線では、両端の都市部が九州産業交通と宮崎交通の営業エリアであり、国鉄バスとしては、沿線人口が少ない地域の路線しか、 運行していなかった。さらに、沿線に高等学校が存在しなかったため、ローカル路線において、主たる利用者となる通学利用も少なかった。このため、管内の路線では合理化が進められ、1976年8月には、人吉支所と、湯の前財金を統合して、湯の前支所としたほか、1980年6月10日には、全路線のワンマン化を行った。 1981年以降は、九州市の国鉄バス自動車営業所では再開の営業成績となり、1982年度の1日平均収入は、全路線を合計してもわずか23万9000円で、営業所の収支係数は424.6となっていた。このことから、地域の自治会等に年間60万円の回数券購入を依頼したり、 西メラ村において、花火大会が行われた際には、臨時バスの運行などを行い、増収を図ったという。腰のおバス停しかし、乗客の減少はとどまらず、特に村所以北の区間では1日平均利用者数が2人という状態となったため、1996年7月16日、限りで、村所以北の路線が廃止され、西メラ村営バスに代替された。 残された村所以南の区間についても、1998年3月31日、限りで廃止となり、宮崎交通に移管された。村所駅、JR 九州バス撤退後、宮崎交通と西村村営バスが使用している。村所駅は、自動車駅で、業務は、西村村に委託されていた。駅の所在地は、宮崎県小湯郡西村村村所1 5期の、 他、昭和40年代まで、人吉市内線も運行されていた。1型西メラ村営バスに乗渡後、ワンマン化の過程では、境外路線向けの車両として、国鉄バスでは、当時3営業所にしか導入されなかったマイクロバスの導入が行われた。同時に、本営業所から、大型路線バス車両は消滅し、すべて中型バスと、マイクロバスによる運行となった。 1984年時点の配置台数は、3型13台と1型5台、貸し切り車1台となっていた。その後の路線縮小により、1996年3月31日時点では、配置車両は5台に削減され、そのうち4台が1型で、1台だけ3型が配置されていた。1型のうち3台は、西日本 JR バスからの譲り受け車で、 JR 九州のバスの標準色である、レッドライナーとはならず、ウエンズピンクの部分を青く塗っただけの状態で、使用していた。湯の前駅前にて、九州ワイド周遊券での利用も可能であったことから、観光客の利用もあったほか、大型キャンペーン、いい旅チャレンジ2万キロメートルが行われていた、期間中は、行き止まり線区である妻線と、湯前線を結んでいたため、 本路線を使用して、乗りつぶしを行う利用者も見られた。運輸通信省国示第574号、官報1944年11月28日、ABCDEF、鉄道ジャーナル1984年6月号、P88ABC、鉄道ジャーナル1984年6月号、P90AB、 鉄道ジャーナル1984年6月号 P91AB バス路線飛行線の一部17日から廃止交通新聞 P1 鉄道ジャーナル1984年6月号 P91 によれば他には川本と嬉野のみバスジャパンハンドブックシリーズ旧四国旅客鉄道九州旅客鉄道 P41 ありがとうございます